ステファノ・コラントワオーノは、イタリア・ローマ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF。現在は、セリエ AUS サレルニターナ1919 19の監督を務めている。中小クラブで、センターバックを主に務め、1991から92シーズンには、フットサルチームでプレーしていた。 引退後に監督業をスタートし、当時 AC ペルージャとカルチョカターニアの会長だったルチアーノ・ガウッチに認められて2003から2004シーズンにはカターニアの監督を務める。2004年にカターニアはガウッチの手から離れるが、翌2004から2005シーズンにはセリエ B に降格したペルージャの監督に就任。セリエ昇格をかけた。 プレーオフ進出を果たすも、トリノカルチョに敗れる。その後、クラブは破産しセリエ C1 に降格処分となった。余談だが、このシーズンのセリエ B はトリノもやはり破産で、A への昇格が取り消されたほか、コラントゥオーノの全民者のセルセコズミが率いた、ジェノア CFC が SSC ベネツィアへの買収工作の発覚で、優勝を取り消されて、 再開扱いとなり、C1 に降格となる混乱ぶりであった。2005から06シーズンより、セリエ B のアタランタ BC 監督に就任し、セリエ A 昇格に導く。翌シーズンは、クリスティアーノ・ドニを中核として検討し、残留を決める。2007から08シーズンは、US ・チッタ・ディ・パレルモのマウリツヨザンパリーに会長より、監督に招聘されたが、 2007年11月に成績不振で途中解任。後任のフランチェスコ・グイドリンが解任されると2008年3月に呼び戻されたが、翌シーズンはリーグ戦1試合を終えた9月に解任された。2009年6月、セリエ B 降格となった鳥の FC の監督に任命された。11月29日、成績不振で解任された。 2010年1月10日、マリオベレッタの後任として、鳥の監督に復帰したが、昇格を達成できず退任。2010から11シーズンは、アタランタの監督に復帰し、圧倒的な強さを見せつけセリエ A 昇格に導く。2011から12シーズンは、賭博クスキャンダル絡みのペナルティで、勝ち点6減からのスタートとなったが、 着実に勝ち点を積み重ねチームを残留に導いた。その後もセリエー残留に成功していたが、2015年3月に成績不振により解任された。2015年6月4日、ウディネーゼ・カルチョの監督に就任した。しかしクラブは会に沈み、翌年3月14日に解任されることが発表された。2016年11月7日より、 セリエビの FC バーリ1908の指揮を取るが、シーズン終了後に、同クラブを去った。2017年12月12日、US サレルニターナ1919 19と1年、延長オプション付きで1年半の契約を締結した。ありがとうございます。